因島水軍城は、広島県尾道市の因の島にある村上水軍の資料館。この位置には、過去に天守が存在していたことはなく、いわゆる城郭府建築物になる。同敷地内にある尾道市因島資料館についても述べる。この地にある標高24メートルの丘は、片刈山と呼ばれる。中世において、入り江の中にあった岬であり、頂上を本丸とする。 清原守高の居城、片貝城が置かれており、車、石垣、屋敷跡などが現存しているものの、それ以上の詳細は分かっていない。現在、因島水軍城がある地はその片貝城の、家老が住んでいた地と伝えられている。現在、この敷地は、片刈山六にある因島村上市の母大寺である、金蓮寺の境内にあたる。金蓮寺住職が、 因島村上市の資料展示及び因島の観光地を作ろうと運動を起こしてできたのがこの因島水軍場であり奈良本達也が建物監修に入り1983年開場した旧因島市が水軍をテーマとした観光業に力を入れ始めたのは1989年のことでここが開場した後のことになる 地元観光資料では、日本唯一の水軍城と歌っている。また近電寺には、因島村上家歴外の墓があり、市史跡に指定されている。奈良元による慣修で、水軍城をイメージして、施設群は作られ、本丸、二の丸、炭屋倉からなる。尾道市因島資料館水軍城の麓にある、村上水軍以外の因島の産業歴史民族資料を展示している。 以下主な展示物を列挙するが、これらは文化財登録されていない。ありがとうございます。